高橋赤一1 1月29日から1942年5月8日は日本の海軍軍人海兵56機35回海,海戦に空母昇格艦上爆撃機搭乗員として参加し米空母歴ントン攻撃後に戦死最終階級は海軍大佐徳島県出身旧制徳島中学校より海軍兵学校56機で入校 あだ名は、親分。妻松江の妹の夫は、真珠湾攻撃の第二次攻撃隊長、島崎重勝少佐。海兵での同期に、久住忠夫、田辺八、前田美穂、唐島達夫、白井貞夫、橋口隆がいる。1931年12月、第二十二期飛行学生となり1932年11月に、終了。 同年の1932年、霞ヶ浦航空隊卒業飛行の時、南郷茂章、野村良介と共に立山まで変態飛行を命じられ、離陸前悪天候により教官は飛行中止を命じるが、3機は悠々と雲の中を立山まで飛び、教官から大目玉を食らった。1941年12月8日の新自湾攻撃時は空母。 昇格飛行隊長を務めており、昇格の99式艦上爆撃機26機による第15攻撃隊の隊長と、さらに、坂本明大尉が率いる空母、随核の99式艦上爆撃機25機による第16攻撃隊を含む第2集団急降下爆撃隊の隊長を、兼任したが、この際に総指揮官である、淵田光雄中佐が発射した。 信号弾の発射数の認識に祖語があり、雷撃隊より先に攻撃する結果となった。1942年5月8日の35回回戦で、米空母、レキシントンを攻撃した後、単独で寄稿していたところを、SBD ドーン・トレス1機とウィリアム・ N ・レオナルド、中尉の F4 回戦闘機に襲われ撃墜された。戦死後二階級特進したイサ、参考文献の監修者に、 長見える高橋格好は長男である。ありがとうございます。